こんにちは、山口県産田中愛香です。タイガリアのクッキンキッチンクッキング皆さん覚えてますでしょうか。この前ね、めちゃめちゃ美味しいプリンができたと YouTube でね、プリン作り方で調べて人のレシピをお借りしていつもお世話になってます。パティシエル、パティシリ、パティシリ、パティシエル、概要欄貼っときます。ここの100店舗食べ回ったパティシエの極上固めプリンの作り方、これね、固めっていうのがね、作りたくって作ってみたらすごく美味しくって、でね、このココットで作ったらめっちゃ成功したんよね。でココット2つで足りないなと思って、こっちもね100均で買ったんだけども、これでやったらね、ポンってやったらバーンってなってね、めんつゆかけた卵豆腐みたいな感じの見た目になってしまうんですけど、でもね、どちらにも良さがあって、これ食べてみてほしい。硬いやつはちゃんとレシピ通りにできて、あ、硬めで美味しい、え、美味しいってなるんだけど、このバーンってなった卵豆腐みたいな見た目のやつも食感が全く違って、めっちゃ濃厚滑らか系になって、それはそれで違う良さがあるっていうか、いや本当だから、今回はね、2パターンですね。固めプリンとめんつゆ卵豆腐作り方、レッツゴー。材料紹介します。バニラエッセンス、牛乳、卵3個、砂糖、以上になります。え、めっちゃ少ないね。混ぜて入れて焼いて冷やすだけ、簡単簡単。早速やっていくよ。あ、バターがいるの？じゃあもうバター。私なんかね、手作りプリンってあんまり好きなイメージなくって、作ったことなかったんよ。バレンタインとかでさ、プリンとか作ってくれる子たちいるじゃん。もらったプリンが見事に全部美味しくなくって、もらってる分際で何を言ってるのかって感じだけども、全部美味しくなかったんですよ。ごめんね、見てたら。手作りで作るプリンは美味しいプリンが作れないみたいなイメージがあったから、だから作らなかったんだけどね、これ作ってもうマジで世界変わった。私が上手なだけ。バターを手に取って容器の中をこうやって塗る。きっとね、指でやっていいのか。どうせ誰も食べませんし、これを。どうせ作るなら誰かに食べてほしいんだけど。私は褒められたいんよね。見返りが欲しい。もし私が結婚したとするよ。旦那と息子ができたとする。で、家族っていうのはやっぱ無償の愛。何でもしてあげたい。いや、確かにその気持ちはわかるよ。でも、やっぱり見返りは欲しいで。ありがとうって言葉とか、たまにご褒美をくれたりとか、てか基本見返りが欲しい。何かください。言葉だけでいいから、別にお金とかいらないから。言葉って見返りっていいのかな。もしかして私って謙虚な女。ありがとうが欲しい。当たり前のことだよね。ありがとうって言葉を見返りって思ってる私、謙虚すぎん。なんかいい女か。でも息子からありがとうって言われない人生悲しいな。てか、ありがとうって言う子に育てたいよね。何の話してんだ。なんか最近さ、 YouTube とかで出産レポとか陣痛バッグとかワンオペ育児とかそういうのばっか見てるからさ、なんか自分がママになった気でいるんだよね。このママの育児への不安とか旦那への不満とかそういうのを見て、私は一緒に共感して泣いたりするからね。共感する立場でもないのに。やばいよね、病気の手前ぐらいじゃない。なんなら、え、本当にやばいと思う。バターのいい香りだ。バターを中に塗りました。お皿に出す時に剥がれやすくするためだし、カラメルソースを作ります。多めに作っちゃおう。前回すごい足りんかった気がして。砂糖30、水15、先入れ後入れ。なるほどね。ん、どういうこと。なんかお菓子作りして測ったりなんだり、めんどくせえ。なんでこんなお菓子作りって繊細なのかね。お水を 15g。 どんぐらい15って、え、ちょっとじゃん。本当にもうちょっと入れる。もうちょっと入れるか。え、やばいな、その繊細って言ったばっかなの。20入れて42するか。大丈夫よ、自分を信じて。皆さんレシピ通りにやってください。グラニュー糖40を入れると。で、火にかける。回しながら絶対混ぜないことって書いてあった。あれだね、べっこう飴作る工程と同じだ。なんか理科の授業。あ、いやな、いや、カラメルがね、難しいよね。あはー、いい匂いですね。ちょっとごめんなさい、今構ってられないんで。そちらを何、ちょっといいから。あ、ちょっと上がんないでって。もう、あんた汗かいてきとんやから、泥が乗るでしょうよ、あんた。ね？あ、ちょっとごめんなさいね。もう、想像妊娠の最終形態です。わぁ、いい匂いする。このぐらいかな、カラメル色になってきたので、弱火にして水を入れると。怖い。
冷蔵庫入れるか一応。カラメルめっちゃアチアチやから気をつけてくださいね。この間のカラメルのせいで黒い縁があるじゃん、これ全部カラメルが焦げついて残ったやつ。マジで汚い、マジで汚い、捨てよう。これ私は富豪なので鍋も調理器具も全部使い捨てです。使ったら全部捨てます。いつも洗うのが嫌いなのでお金で解決。牛乳とバニラエッセンス、なんかバニラって書いてあるけどバニラって何？黒い練り消しみたいなダークマターみたいなやつを牛乳と一緒に入れてるんやけど、それバニラと呼んでるんよね。バニラって何？バニラの香りを広げるって書いてあるけどバニラエッセンス系かなと思ってバニラビーンズってやつ買ってきた、スーパーに売ってあった。とにかく香りつけりゃええんやろ。何匹いるんだろう。3から5振りの割合が目安です。何を目安にした場合の3から5振りなの？適当に入れるか。とりあえず牛乳220の中にバニラを入れる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,10。やっぱ絶対入れすぎたな。あ、いい匂いする。もうプリン、もうプリン完成。じゃじゃーん。続きやっていきます。ちょっとふつふつしてきたら蓋するらしい。よかったよ。ちょっと待ってゴムベラかなんかで混ぜるんだって。やばい、膜張っちゃった。このぐらいか。ふつふつしてきたところで蓋をしてバニラの香りを閉じ込めるらしい。へえ、本格的だね。アンフュゼっていうらしいです。卵2個と卵黄1個入れます。最後の1個は卵黄だけ入れることによって濃厚でちょっと黄色めのプリンができるらしい。ひょっ。砂糖 40g 用意するんだけども、ラカントってやつ、糖質ゼロ自然派甘味料、よくダイエットの人が買うようなやつですね。でなんでこれ私が持ってるかって前紹介したと思うんだけど、よしダイエットをしようと思ってラカントを頼んで、その次の日はダイエットをやめていたのでこれの需要はもうなくなったのですが、使わないともったいないということで今回使います。ダイエット1日も続かない。でも意志が弱くて可愛いよね。でも正直これダイエットしてる人にはめっちゃいいと思うよ。だって砂糖と同じ甘さなんよ。ただ高いだけ、それだけです。卵混ぜます。でなんか泡立たないように混ぜるって書いてあった。あ、もう泡立ったんだけど。まあ言うだけよね。気持ち泡立たないようにってことでしょ。ああいうの脅しですから。監視カメラつけてますっていう張り紙だけしといて監視カメラつけてないみたいな、そういうことだからね。脅しに屈しません。こんな感じでもう泡しか立ってない。砂糖を入れる。ツバメよ高い空から惜しい。よし、いい感じです。この牛乳を入れると、うわちょこ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 、うわプリンっぽ色が。裏ごしをするらしいです。めんどくさい。裏ごししたら泡があるから、それをラップのこう表面にピタってつけたら泡が取れるらしいんよ。えらい本格的なレシピやこれ。だから美味しいんだよな。めちゃめちゃ美味しかったからね。本当に自分で作ってるから美味しいとか本当そんなんじゃなくって、私ね、でもね、自分の料理とかスイーツとかいつもそうなんやけど、自分で作ったから愛着湧いちゃってすごい美味しく感じるのよ。でもひいきせずにこのプリンは本当に美味しかった。このレシピが天才すぎて。別に私の動画とか見なくてもいいからこのレシピを見てほしい。でカラメルが固まったのでこの中に入れていくらしいけど、え、ちょっと待って、計量カップで入れていこうかな。あ、やば、やらかした。あ、やばい、余計に入れにくくなってしまった。今表面張力で保たれている。はい、これを湯煎。湯煎焼きって本当にめんどくさい。湯煎焼きって言ってこの中にお湯入れてオーブンでやるらしいんだけど、こお湯を入れてこうやって運べる自信がないので、あそこで注ぐ、ここで入れて、危な、ちょっといける。あ、いけるいける。怖いね。出すときどうすんのよこれ。入れたはええけど湯煎焼きどうしても必要でした。あー、入れすぎた絶対。あ、わやじゃん。はい、もう出せませんこれ一生。はい、これで150度で35分。スタート。35分後ちゃちゃーん、できた。まずは外すときにここのね、端のところをこう外すんだって。からの、いきますよ。うわっ。あー、すごい効いた。見て、私にピント合わなくていいからこちらにピント合わせてください。仕事
って感じで、まずこれね。で、次、こちらも外していきます。こっちは、卵豆腐の方、卵豆腐ではないんだけど、卵豆腐の方ですね。卵豆腐ではないんだけどね。いきますよ。衝撃映像ですからね。いきます、せーの。なんか成功した。え？予定と違うんだが。食べようか、じゃあ。やっぱ小さい方がよく焼けてるから、多分硬いと思うんだけど。硬い。いい硬さ。ガチよ、みんな作って食べてみ、みんな。なるから。おいしい！カラメルが結構焦がすと大人な苦めのカラメルになるね。で、あんまりカラメル焦がさなかったら甘いカラメルになるらしい。ね。めっちゃおいしい。よく喫茶店とかで食べる系のプリンの味がする。相当おいしい。こちらも。わ、食感が違う。あ、触覚なんていうんですかこれ。あ、違ったわ。やっぱ体積がでかいからよ、ここまでよく焼きじゃないんだよね。とろっズンとかなんですかね、クリームに近い系のプリンな味がする。濃厚ぬむ、生プリンみたいなね。レシピ通りに作んならこのちっちゃいココット、これ100均で買ったんだけど、トロット系が作りたい人、失敗するリスクも OK よっていう人はこれもダイソー、これはプリン用の容器。え、普通に成功しちゃった。マジでコンビニスイーツ。ござんした。味だけはガチなんで作ってみてください。概要欄にね、作らせてもらったレシピをね載せておきますんで、そちらが見てね、ちょっと作ってみて、本当に美味しいから。ということで、本日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったなとかね、作ってみようかなって思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter と Instagram、TikTok もやってます。それの方もフォローよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。